生物の培養培養線は、生物学や農学、医学のような生態を扱う分野の研究において、生物や生物組織を培養するための容器に特化した線の総称である。嫌気性生物を除き、多くの生物では、培養時に、呼吸のための酸素を確保する必要がある。また、逆に呼吸の結果放出される二酸化炭素や、その他の揮発性物質の滞留を防ぐため、 培養容器の通気性の維持は不可欠である。しかし同時に培養系に外来の生物が混入することは避けなければならない。培養に使われる容器は試験管やフラスコなどであるが、これらの容器は主にガラス製でありそれ自体は通気性を持たない。したがってこれらの容器で培養を行う際には通気性を維持しながらもコンタミネーションを排除するような 機能を備えた線が必要となる。培養線には容器の口に差し込むタイプのものと容器の口に被せるタイプの2種類が存在する。差し込むタイプのものは材質の状態によって通気性のあるもの、密閉性のものに分かれる。ゴム線厳密には線ではないがコンタミネーションの防止と通気性の確保を両立したキャップタイプの培養線もある。いずれも 容器の後部に密着しないよう構造的に工夫されたキャップでシリコンゴム製のものやポリプロピレン製のものなどがある。アルミニウムやステンレスなど金属製のキャップはモルトン線と呼ばれる。モルトン線の代用としてアルミ箔を被せた簡易的な線が使われることもある。線としての安定性や耐久性は劣るが、 その都度容器の光景に合わせて成形したり、他の線と併用したりできることが利点である。高いガスバリア性が求められたり、あるいは長期に密閉を行う場合は、ガスバリア性能の強化のために、線を下さらにその上に、ラップをかけたりすることがある。ありがとうございます。